はい、5月24日、ティアーズ・オブ・キングダムで裏技が見つかって、増殖技が見つかりました。空中でパラセールを開いているときに、アイテムを持って、Y ボタンと B ボタンを同時に押すと、アイテムが落ちるんですけど、このアイテムが、減ってないっていうバグが見つかりました。なので、鱗とか、取りづらいなーって思うようなアイテムが、全部取れてしまうという事態になってます。18のままだね、エレキースがね。これを見つけたのが、ザスさんっていう人が、5月の22日に見つけたそうです。2日前にこれが見つかったので、鱗の増殖とか難しいって言われてたんですけど、これができるようになったので、だいぶ風呂ドラ狩りとかしなくてよくなったのと、ゴーゴー料理の、あれもできるようになったということです。これは嬉しい。そして、今回、間違ってアイテムを大容量バッテリーをたくさん捨ててしまったんだね。なので、よっ。よいしょ。なので、今回、乗り物を作りました。増殖が可能になったので、ゾナニウム増殖とかも簡単になったので、こういうことで、クラフトが簡単になったということです。じゃあ、行ってきまーす。多分安定するんじゃないかな。空飛ぶ乗り物。多分今ふわふわしてるところを抜けようとしてますね。抜けられないのかな。いや違う、微妙なラインを抜けようとしてんだね今ね。地図上ではまだ水の神殿のエリアから抜けていないので、で多分上だね、上方向に多分抜けようとして抜けれてないので少々お待ちくださいそのうち抜けると思います。参ったな。これはどういうこと。あ、抜けましたね。あ、よかった。というわけで、この機械で、上昇しながら行くのかな。これ加工しながら行ってんのかな。ちょっとバランス悪いな。目的地はですね、この赤いピンのところです。すいません。増殖しやすい場所として、ゾーラの神殿。あそこが空中滞空時間が長いので、パラセールを開いてる時間が長いから、どうやらうまくいくらしいです。なので、おほ、今読み込みが入った。これバランス取りづれえな。ああ、一個取れた。これでいけんのかな。ちなみにこの回転してる扇風機とか永遠なんですかね。あ、っていうか、これ、ゆっくり滑空してるから、ダメかもしらん。僕の行きたいところに行ってくれないかもしれない。まあまあ、ずーっと目標だった、あの赤いピンの場所ですね。に行きたいなと思ってたんで、今日はその6が分です。これ、登ってないね。キープもしてないから、もっと必要なんだね。これは大変だ。よいしょ。ちゃんとまっすぐ進んで。ああ、ゆっくり加工してますね、これ。あ、これダメなマシンだな。大容量バッテリーがせっかくあるんだけど。ああ、ダメだ。ああ、ダメだ。なんともなる。ああ、地面ついに走っちゃった。
つらい。まあでもこれで練習用のデータは作りやすくなったのかな。あれどうにかならんか。扇風機増やしたら多少はいいんですかね。よし。何がいいですか。だからもうこのコアブロック粉砕機とかも思いっきり使っていけるんだね。いやーまあまあでもゲーム楽しむためにはそこそこですね。フロドラの鎧だけは欲しいので、鎧じゃない鱗だけは欲しいので、もうちょっとなんとかしたいですけど、これもうちょっと扇風機っていうか扇風機自体がいるのかな。浮遊石くっつけりゃいいんじゃない。あれがだからキープするやつだろ。これか。これが落ちないやつだから。これをここにつけて、浮けば浮き続けるんじゃない？どうかな。バッテリーがあるんだので。あるだけちょっとやってみようかなと思います。バランス的にどうなんだろう。ここにライトつけちゃったから、よし、ちょっと入りづらい。どうだ、浮くか。全然浮かない。これ扇風機たくさんつけても結局滑空マシンにしかならんのじゃないかな。扇風機をじゃあ倍つけよう。とにかく浮いてもらわには困るんで、おー困るんでね。浮遊石があるから浮くんじゃないかな。あ、これ以上つけられない。じゃあ飾りのトゲボコをこう外します。よいしょ。まだいかない。むちゃくちゃだな。よし。はい、じゃあ行きましょう。せーの、受け。全然浮かない。こんだけやっても浮かないの？なんでだろう。浮遊石関係ないのかな。じゃあですね、台車外して2枚にして、これで浮くかな。台車捨てるんですね。むちゃくちゃですね。ライトも捨てちゃったけど、ライトぐらいはつけていいんじゃないかな。軽量化したけど、どうかな。よし、
これで行ってみよう。飛べ。飛ばない。あ、頑張ったのに。頑張ったのに全然飛ばない。ただこれ滑空するだけのマシンになっちゃったのかな。そしたら、よいしょ。一回打っちゃうが早いんじゃない。じゃあこれでどうだ。とりあえず空には飛ぶはず。行くぞ、せーの、うん、どう。浮遊石で浮いてるからだいぶ、ん、あ、浮遊石で動かない。こいつ浮遊石で固定されちった。あ、浮遊石がダメなのか。あ、すみません。もういろいろ、まあまあね、よいしょ、変えるからいいんですけど、浮遊石外しちゃえば飛ぶのかな。外したよ。あ、飛んだ。よし、飛んだ。飛んだけどバランスが悪い。なんでバランスが悪いんだ。あー、ずれてるからか。で、バッテリーがこっち側だけについてるっていうのも一個問題点なのか。よし、まあいいや。これでどうやら多少なりとも浮くらしいから、レッツゴー。あー、浮いた。浮きましたよ。ちょっとずつ浮きながら進む。あー、ちょっとずれてんな、ちょっとずれてんな。まあでも進むらしいので頑張っていきましょう。あんまかっこよくねえな。初めてこんな大型のクラフトしましたね。一応距離は稼いでるんですかね。バッテリーの残量が切れるまでなんとか頑張って飛びたいと思いますけど、ハイリア湖のさ、ハイラル大橋の上のところにさ、丸い円形のところがあって、で、どうやらそこにあるらしいんだよね。だから、それをどうにか行きたい。バランス悪いな。みんななんでこういうのかっこよく作れるんだろうね。さて、今、かかりこ村のあたりですね。だから、まだまだですね。で、バッテリーが、これか。後ろについてるバッテリーがなくなったら終了。ちょっとずつ浮いてるね。ちょっとずつは浮いてはいるけれども。で、燃料が切れたら、あとは今度ゾナウエネルギーを使って飛んでいこうと思います。この永久期間すごいな。ちゃんと飛べるんですかね。一応方向的にはこっちかな。何個つけてんの。あ、切れた。ラストかな。ああ、そうだね、このエネルギーが後ろのやつが切れたら終わりだ。
あ一応不格好だけど取りごたつよし。いやでもこれ以上の高さが出ないんだけど、なんで出ないんだろうな。あーバッテリーが切れちゃう、バッテリーが切れちゃう。多分あの辺なんだよね。高さキープしてるだけでは上に上がってないのかな。ああバッテリーがなくなっちゃう、ついにバッテリーがなくなってしまう。切れたらゾナウエネルギーを使うぞ。お、ちょっと上に上がったか。燃料がなくなって軽くなったのか。よし。お、マスターソードの力が回復した。わあ、あっという間に減る。おお、ずりずり減っていく。というわけで、何使うんだっけ？これか。で、ゾナウエネルギーを使うと、いけるはずなので、なるほど、なるほど。これで無理くりいけんじゃないのかなっていう。今この島に一回降りた方がもしかしたらいいのかもしれない。よし。おおほうほうほう。ちょっと微調整しよう。ここは初か。今ここか。ガチャが引けるとこまではここか。だからまっすぐこっちに行かなきゃいけない。さてどう行こうかな。もうエネルギー、大容量エネルギーパックは使えないので。ゾナウのご利用しで行かなきゃいけないんだけど、方向はあっちでいいんだよな。で、気になってるとこ直すか。この辺に作るか。なんで左みたいについてくれないの。これで一緒かな。バランスはいい。ライト、ライトぐらいありなさいよってやつだから。ここにロケットを前後につけて、左右は発射のロケット4つ。こんなの在庫があったらもったいなくて使わないやつだよね。違うな。ここは位置的によくない。上に飛ぶのを2も見つけて。これで、
これで、こっち。で、ここが、向こう。よし。まあでも、ゼルダの伝説はここまで来たらしいですよ。そうあるのか。よし、行くぞ。空に飛んだけど足りるかな。ひー、あっという間に、おほほほほほほ、おほほほほ、ゾーナウ、それで、こっちか。あれだ。あの面、円形の、ま、丸い島と、行ければいいんだ。よし。何個ぐらい使うんだろう。あら。これにひりつくのもいいんだろうけどね。でも僕はやっぱ余裕がないとそういうことができない人だから。うぅ。さて。2個目。あ、でもなんかゲームを進めるようになったのと、ファイル数を増やしたんですよね。あのアカウント。ゲームの練習用と、まあ何か RTA 的なものになるので、それが影響なのか、ゲーム進めたのが影響なのか。あの、よいしょ。ちょっと空中で止まるようになってきた。それまではスイスイだったんですけど、3つ目。乱暴なプレイだな。でもこんなにコストを気にして飛ばなきゃいけないなんてね。本当に飛べるのかな。ああ、また切れ始めた。ああ、アホみたいに減っていく。あれ、これゲルドの方なの？いや。つか。っていうか、まだハイリア湖にまで行ってないのか。これはやらかした。まあ、やらかしたけど、しょうがないな。あれ？ここだろ？で、この空島の、ここだね。あれ、赤いピンどこ行った？でももう、あー、ん？ちょっとこっちか。あれ？過ぎちゃった？いや、過ぎてないな。ここに飛ばなきゃいけないから。
逃げてなきゃいけないんだけど。逃げない。おやおや。ああ。おかしいな。おかしいな。もっと上なのかな。あれか。ああ、今あの下に見えてるあれか。え、あそこでいいの？違うな。もう一個。もう一個でかい何かがあるはずなんだよ。あれでいいの？あれなの？さあ、じゃあいよいよさよならですね。ギリギリまで頑張ったけど、あれかな。しまったよ。さよなら。あれかな。ああ、あれだ。うわ、乗ってると全然分かんなかった。あれあれ。あそこにたどり着いてから。いや、でも距離的にこれは届かない。で、その下だね。今日は行ってやります。ファッファッファーン。どうだ？つけるか。つけそうだけど、雲を突き抜け。ファラウェイ。だいぶ減らしたぞ。問題はこれなんだよ。無理やり爆弾で壊すしかないのかな。エネルギー、エネルギー、エネルギー。よしと。どうしよう。これにつけるか。ないから。よいしょ。まあでも、今やってるプレイは、まあ、かなり早い段階で修正されると思いますけど。よっ。こんなのがありましたよと。で、賢者の石。これはよくわかんないんだよな。賢者との絆をより深めることができるっつって。あと一個探さなきゃいけないらしいんだけど。ちょっとわかんないんだよね。というわけで、ここに賢者の印があったので。あ、そうか。この点在してる闘技場みたいなのを探せばいいのか。ここに行ったんだが、行かなかったんだが。いやでもここが一番高いからここ行ってないんだろうな。マップピン打ちたいですね。もしくはここかな。だからこれらが多分全部闘技場なんだろうから。うん。
まあ、それも後々です。というわけで、ここから、ホコラチャレンジをやりたい。これだけはどうしてもやりたかったんだよね。あの渦のところにあるんだけど、あそこに物を運ばなきゃいけない。で、そのためには、ここの島に行かなきゃいけない。あれかな？あれかな？まあ、方向的にはあれなんだろうな。で、多分行かないので、まあマシン使うか、飛行機使うか。まあ、飛行機かな。で、ロケットかな。これが一番早くて簡単っぽいですから。あれ、出なかった。あれ？出なかったと思ったら出たのかい。困ったな。ちょっと待ってね。スクラービルドで。つけるか。それしかないよな。もったいないもんね。よし、じゃあ行こっか。せーの。全然見えないんだよ。あれでいいんだよな。違うらしいぞ。あれか。ああ、じゃあ行かなくてよかったんだ。しまった。あれでいいぞ。あれにつけばよかったんだ。お、いい感じだ。いい感じだ。ここが多分渦潮の真上の島で、これはちょっと動画に収めておきたかったので、今回急遽夜中にやってますね。ああ、ごめんごめん。ごめん、もう考え事してたから。でも、なるべくこういうアイテムを拾ったりとか。ああ、そういうのをしていく。とりあえず今コロム取ったから。うーふう。大丈夫だと思うんだけど。オートセーブは入ってると思うんだけど。あった。ここだ。で、ここに、真下にあるから、これを持って落ちる。そうすると、渦潮に飲み込まれて、あ、これ、あ、なるほど。黙って落ちると、どう？このまんま、このまんま大丈夫？行くかな。怖いな。緑色が落ちてきてれば、いいんだけど。ああ、落ちてきてた。ああ、やった。いやあ、むちゃくちゃなものを作ったな。水晶、ささぎ晶のね、何時に、蛇を洗う光は大変。まあでもこれで、あれだね、裏技というかバグ技で増殖技使う人は、たくさん出ると思うんだけど、一回クリアした後ですよね。でもそれもね、でそのクリアするのも僕はちょっと急ぎすぎたと思うし、まあでもこういうのがそうね、なんだろうな、修正されるのが前提だから、修正されるの前提だって思うと、修正されない前のゲームを遊ぶには今しかないっていう、そういう考えもあるんで、まあこれがね、ゲームをもう完全にバランス壊しますから、お金とかね、
今30万ルピーありますけど、30万ルピーのダイヤが100超えですからね。こんなこと普通にゲームしたらありえないんだから。もうこれはもうそういうので、そのなんだ、ファイルデータが壊れるとかじゃなければ、いろいろやっていこうかなと思います。リセットしてもゲームデータが残っちゃうっていう、影響が残っちゃうバグもあるんで、それはちょっと使わないようにしつつ。いやー、発売からまだ2週間経ってないんだね。12日発売だからね。あと2日の間にどれだけバグが見つかるのかなーなんていうふうに思います。ああ、そうそう。増殖技の、日本で広めた人は、あれですね。多分、のぼざらしさんっていう人が広めたんじゃないかなと思います。えらいもんで、ちゃんと原点の人を紹介してたりとか、するの、さすがーと思ったりとかしました。しかし、2週間でこんなに解体されるんだね。誰かが言ってましたけど、1000万人のデバッカーっていう、やつがちょっと笑いましたね。なるほど、デバッカーねーと思ってね。さて、じゃあ続きだ。まあ全部お金で解決するようにはなってるし、そうね、現実もこうだったらいいのになぁですよね。お金に困りたくないよね。まあ、あるお金でどうこうしようっていうのもあるけど、ね、その工夫が楽しかったり、ね、分不相応なことはしないとかね、そういうのもあるんだけど、あんまりね。これは洞窟クリアしたからよしなんだね。オッケー。さて、あと抱えてる問題としては一から村です。一から村のね、なんかフィギュア作るやつがあるんですけど、これ、ちょっとね、やっていこうかなと思いますね。いや、ただ空を飛んだだけだったな、今回ね。もうちょっとやります。あと、装備が本当にさ、僕は好きじゃないんだよ、でかい装備をこう持ってるのが。あと、顔も直して。暑いところにいたので、たまにはこんなに人気でもいいです。もう完全に自分のうちは、武器庫と化してますね。これもお金があるからできるんだよな。これのお金稼ぐの、300ルーピー稼ぐの、どんだけ大変かって話で、ね。それがもう全部崩れちゃう。だから、今、ちょうど、ここでやっていいかなと思うんですが、さっきと同じことやるよ。ダイヤモンドを持って Y と B を押す。そうするとダイヤモンドは落ちるんだけど、数が減ってないっていう、ね。だから5個捨てて5個戻る。前にやってた、なんだっけ、これか。こっちの、あれ？こっちの技がめんどくさかったの。これは1個ずつしか増えない増殖技だったんだけど、こうやってね、これで数が1個増えてんだけど、もうこれじゃなくて、もうどこでもこういうところでパラセールさえ開ければ増殖できちゃうっていう、ね。あは、いいやっていう感じです。いやー、恐ろしいね。というわけで、フィギュア。これで、いろいろ持ってきてくれと。で、ホラブリンの写真が欲しいと。だから、
どの写しを見せようかなってなってるわけですね。何種類かあるね。これかな。逆さまに貼り付いてるのとどっちがいいかなってやつだけど。これかな。これがさ、撮った瞬間の多分 3D データ保存してるんだと思うんだよね。敵を撮ったんだよっていう時は。だから 3D データに起こせるっていう。なんとなくじゃなく、これ完全にポリゴンで起こしてるような気がするんだよね。どうせこの後モリブリンとリザルホスもやるんだと思うんだけど。はい。無理だ。ああ、なるほど。えのき田のちょっと硬いところで、僕がやりましょうかってなるんだね。これほんとすごいよな。ああ、またゲームがちょっとこの森からこう出てきたぞっていう感じのところに置こうかな。飾った。ああ、いいね、いいね。これもすごい工夫だよね。気づきというか、撮った瞬間のモンスターデータを何個か保存してるってことでしょう。これちょっとゲームで感心する。お、人が増えた。あと何匹かやるんだろう。飾るために写真をいいポーズで撮るっていうのは、これがまた一個できるんだね。すごいね。おお、魔物スープなんかあるんだ。うん。お、ありがとうございます。うん。あら、乗ってきた。ライネルか、そうすると。うん。ウィッターの絵も持ってきてほしいのか。うん。ああ、ほんと。なんだろう。大していい写真はない。ああ、いやー、なるほど、なるほど。ああ、ヒノックスねー、うん。これいいんじゃない？でかいのかな。とりあえず2枚見せると、あと好きなようになるの。あと寝てるボコブリンもちょっと、あ、そっか、ボコブリンだけ10人並べるとか、そういうのもできるんだね。あら、できた。そっか、えのき田は大きさまではあれだな。イエロックの、あ、大きい、結構大きい。これで奥に置いてこう遠近感を出す。よし。
下のやつと一緒になっちゃった。こうしてずらして、ギリギリに置いて、これだからここにフィギュアさえ置いちゃえば、ね、この寝てるボコブリンとか可愛いじゃん。そしたら消せるしな。いいじゃない。ああ、槍持ってんのか。イエロックとあれを探してくれ。後ろに配置して、ああ、いいね、いいね、いいね。ああ、いいじゃない。じゃあ、あとイエロックとウィッターをちょっと持ってきてあげましょうか。なんかさ、その道のプロとかいうのが市から村にいるらしいんだけど、ウォートリー村でなんかなんとかレースっていうのをやるらしいんだけど、とりあえず昼間だから分かりやすいゲルトの方に行くか。あれどうしたらいいかな。イエロックはどっちが近いかな。2箇所知ってんだけど、どっちだろうな。昼間のところだろ。あら、いない。ウィッタちゃんの写真を撮るために。あれ、ウィッタちゃんいないの？はーい。いやー、しかしとんでもないのが見つかったよな。修正されるんだろうな。ウィッタちゃんはいない。下かな。わざわざ下で遊ぶかな。遊ぶ。ウィッタちゃん知らない。はい、ウィッタちゃん知らない。寝る前にこっちに来てんのは知ってんだけど、このゲルドの地下のやつもわかんないしな。一応気をつけてみようかな。あー、いたいた、こっちか。ちょっとかわいいですね。あー、ウィッタちゃんの写真が欲しいと。これくらいかな。ちょっと暗いな。あとイエロックを。そっか、ウィッターの写真が直で欲しいんだな。イエロックどっちかな。こっちのイエロックでいいか。この橋渡ったとこだから近いか。これを増やしたところで、なんだろうな。まあでもお金は一回カンストさせてみたいとか。
999個集めたいとか。まあそれもなと思うんだよね。馬だな。丈夫なのはいいです。ああ。ああ。ああ。これで、まあまあ、今回はクラフトもできるから、馬が必要じゃないんだけど。ちょっとどうかな、やっぱな。馬を連れ出したいだけなのに、毎回蔵を選ばせるのは、どうなんだろうな。邪魔邪魔邪魔。何かこういいアクションをくれないか。イエロック自体は動かねえのか。いや、動くだろう。ダメだな。ああ、今がシャッターチャンスでしょうが。ああ、手がなくなっちゃった。無理か。人が減っちゃった。いいか、家をとにかく残してか。手がない。よしよし、そう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 。上に乗ってない状態なんだけど。一緒だな。動け。さっきのが良かったな。
手を振り上げてるのが欲しい。よし。あとはもう透明で綺麗な岩ロック、家ロックをおっさんの。さっき使ったのどれだっけ？これか。強い。初めて倒した。こんだけ強くなって初めて倒した。本当はどうやればいいんだなんだろうけど。あとちなみにこういうの開けないですね。あれ？別にすごいあれが手に入るわけでもないんだ。うん、よかった。死んでない。よし。じゃあ、一から村行って。サーフィンのやつかな。困っちゃったな。ワープポイント1から村に作った方が早いのかな、これな。美容品、いやー、わからん。毎回この祠に行ってワープするの、ちょっとどうだろうか。それはやっぱどうだろうかですからね。あと最近これもうあれだ、入り口いらねえんじゃねえかなと思って土星吹きっざらしだから。え？逆飛んだな。やっぱり力村にワープマーカーつけた方がいい気がするな。カラムラのワープマーカーつけるんだとしたらどこにつけたらいいか。やっぱここでいいか。この辺にワープマーカーつける。初めて使いますね。ワープマーカー。おー、来た。うん。うん。星を見せる。とりあえずイエロックから行こうか。どれだっけ？これか。多分これが一番ベストだったんだ。で、あとウィッタちゃんをあげればいいかな。これ、これ、まあいいか。ああ、ボコブリンはやっぱ入らないの。で、家が壊れても嫌だからね。
でいいだろうな。はこの辺に。ただ場所があんま良くない。なんとなく置いただけだから。ボコブリン手前にした方がいいのかな。で、後ろにワロックみたいな。でももうステージもないだろ。あ、今度は夜だ。ごめん、変なとこ飾って。まだかな。魔物の手綱。うん、ありがとう。もういいよね。うわ、まだあるの。えのきだ。でも作れるのは限界があるのか。チュチュとモリブリンはいるんだけど、まあでも一応ビッタの写真、これ可愛いでしょ。これこれあれバッテンマークだけど、あ、奥さんにも見せんのか。まだなの？おう。グリゴールか。デグガーマ。下にいるやつか。さすがにデグガーマはないか。写真撮る余裕なんかないもんね。とりあえずね、これをね、もうちょっとこっちに。そうか、ここに乗しちゃえばいいのか。で、これはつかないんだね。場所がねえんだな。ああ乗らない。ああまた飛んだ。こんな感じかな。こっちの方が収まりがいいでしょう。デグガーマね。で、ウィッタがいかんいかんってなってんだけど、
ウィッタの、ウィッタちゃん、ね、プロの方はじゃあ違うのかな。サバス。こっちかな。どうぞ。まあ。いい写真でしょ。なんだろうね。他にも見たい人がいるのかな。デグガーマー。デグガーマーはどの瞬間のがいいのかな。どうだっけ。ここか。多分ここにデグガーマーいるんだけど。あとどこだ？いそうなところ。ここか。ここが赤い月とかで復活するんだったら、ここにいるはずなんだけど、一回頼っしちゃってんだよな。どうかな。よし、じゃあ行ってみよう。あ、いたいたいた。今回は倒さずにもう写真だけです。違うな。これ、ボルドゴーが、ゴーマ。どっちかな。これはでもデグガーマだから、ボルドウォーマーとデグガーマーって何が違うんだ。こいつじゃねえのかな。ゴーマーだから違うのか。デグガーマーってなんだ。知らないのかな。ニュー。オルドラ、フロドラ、グリオーク、ヒノックス、イエロック、ガチロック、イシロック、コウカ。ホラー、ホラー、ホラー。ライネル。デグガーマってあれ系なんじゃないの？参ったなぁ。これなんだ。あ、白竜。これはでも、ボルドゴーマだからデグガーマじゃないよね。じゃあ、デグガーマわかんないので。デグガーマ、デグガーマ。
大きいボス。あの、ムカデみたいなやつは違うだろう。なんだろう。あと、魚だろう。ぴょんぴょん跳ねる魚。あれ？ウルボザーじゃない、ルージュと一緒に戦ったやつがデグガーマンっつうのか。いや、あれはクイーンなんとかじゃなかったかな。デグガーマンってなんだろう。デグガーマン、あー、わからんな。わからんからしょうがないか。じゃあワープマーカー使って、じゃあもう一回一から村に行きます。わあ、これはゴーマだ。デグガーマじゃねえんだ。デグガーマ。あ、オルドラだ。ああ、マジか。向こうに向かって飛んでるな。ってことはマキューズに消えんのか。違うな。一応こっから飛べばいけるか。すいませんね。だから鱗、爪、牙、角だよね。で、1個あれば増殖できるから狙っていこう。だから、牙か、から村の方向だろう。マッキューズ、あー、いた。とりあえず角か牙だな。そうなんだよね、今回竜見つけたっつって追っかけて高いところって言って、最悪空があるからな。時間気にしよう。今 AM2 時半。夜中にこんなとこ飛んでんの。よし、いいよ。持ってんのがこれか。角、よし。よし、取った。オルドラの角。よし、オッケー、取ったぜ。あれ、もうどこ行っちゃった。ああ、真上飛んでんのか。さあ、じゃあ1から。あれ、あ、はい、いやー、うまくなったもんだね。空中キャッチやら何やらね。角が取れた。あと牙と爪もう一回取らなきゃいけないのか。一回全部捧げたから捧げなきゃよかった
あそれはそれだよね。エグボグだってさ、ずぶ濡れでも幸せです。デグボグは作ったらどうなるの。一番最後かな。いや、これかな。あー、そっか。必要なものとそうでないものがあるんだな。どれぐらい飾ればいいんだろう。どれぐらい飾れるんだろう。まあでもクエスト的には5体だよね。でプラス5で10体ぐらいなんだと思うんだけど。でっかい。デグガーマね。これでいい？デグガーマわかんないんだよな。デグガーマ、デグガーマ。もう一回ヒントを聞こうか。デグガーマ、どうせライネルも欲しいんだろうとは思うんだけど。コブだらけの体に口はガバー。あー、あれだ、吸い込むやつだ。あー、あれはどこにあったかな。はあ、わかった、わかったけど、地下のどっかにいるんだけど、あー、マークつけてるかな。なんかね、どっかのね、どっかのこの木の根の近くにね、出現するんですよ。これかな、これかもな。行ってみよう。で、僕スタンプ押したかどうかも定かじゃないので、デグガマガーマあたりはいかやっつけなくてって思ってたから。あ、なるほど。何回でも戦いやすいように方向はそっち向くんだね。いるかな。いねえな。ここにいたはずなんだけど、ここにいなきゃおかしいんだよな。あ、いた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 。もうちょっとこっちだったな。だから、一回スタンプの場所をもうちょっとこの辺に合わせておいた方がいいんだな。よし、見つけた。よし、これだろ、取ったぞ。よし、ワープ。あ、ワープマーカーここにしといて正解だったね。よしよし、デグガーまでは行ったけど、どうせライネル取るんだろうなとは思うんだけど、ライネル、ライネルね。金ライネルだ、白銀ライネルだったら、ハイラル城の地下に行けばいるんだけど。わあ、わあ。よし、取ってきたぞ。
口開いたやつあげる。ドーン。ああ、そろそろなくなる。どうぞ。口が開いてるのでかっこいいんじゃない？ああ、思い出せてよかった。はあ、ああ、かっこいいじゃん。やっぱ口開いてる瞬間がいいよね。素晴らしい。イワロックは飾るわ、デクガーマは飾るわなの？まあイワロックギリこうだよな。ああ浮いてんな。どこに飾るよ。もう真ん中にドーンでいいっすか。最初もうセンスねえな。全部隠れた。これはセンスないな。でかい、でかくないとね。さて、よし。まあ好きなようにも飾れるだろうし。え、もしかして白龍飾れるこれに。ダセ。最後に真ん中にダグガーマが置いたから超ダサくなっちゃった。あとライネルだろう。もういい？いえいえ。うん、クラももらった。エキスももらって。まだだろう？ああ、まだある。やっぱ最強の魔物ライネルだね。取ってないだろう。ライネルは戦闘に夢中で取れないもんだからさ。とりあえず気に入らないんだよなこれだな。これを隠しで。入れちゃって。ここに。こうで。Thank you.
もう行くか。また止まった。あれは何ドラだ。あれフロドラじゃねえ。空に飛ぶで最強だからライネルなんだろうと。どうかな、いけるかな。ちょっと距離感がわからん。よっ、今回ちょっと距離感がわかんない。違う、どっか飛んでたんだよ。あっちだ。じゃあさっきやっつけたオルドラでも、うわあ、これはこっちから攻めた方がいいのかな。でどっか降りたらライネルどうせいるだろう。何ライネルかにもよるけど、うん、ついでにガチャやってこうか。で、ここのガチャって何出る？ライト、あ、いらない。これは迷いの森か。どこだ？もうこっちに来ちゃってるとか？そんなことはない。あそこで遠いなーっつってたから。しかももう撃ってる。あー、いたいたいた。あそこだ。違った、いない。どこだろう。いないな。
か、穴に消えちゃうのか。わかんねえな。あー、いた。あそこだ。あー、追いつくのもどっちもどっちだな、これは。いたけど、輝き失ってるからもうあれ、オルドラじゃないんじゃないかな。オルドラだけど真っ暗なのかな。あー、どっか降りてった。あー、降りてくな。あれは。いや、ここか。そっか、メガネ岩じゃない、ドクロの目玉に入ってくのか。だけど多分もうあれはオルドラだと思うので、これでこっちに行けば、もう入っちゃったからね。戻った。せっかくだから行ってっか。容量不足。デグガーマーとかこの辺を全部消していいんだな。よし、10枚ちょっと余裕ができたかな。よし、いいかな。で、入ってったと思うんだよね、ドクロの目玉に。で、まだ間に合う気はするので、ドクロ岩、まだ間に合うんじゃない？ここに1時、まあ多分違うんだろうな。1時だけど、お昼にここで待ってればいいってことかな。いいんだよ。あれ？ライネル。この、いや、じゃあここに帰らないのか。違うんだ。こんなとこ来るわけないもんな。あ、じゃあ勘違いだ。穴に入ってったからここだーと思ってて、勘違いだったんだ。あ、はい、すいません。あとあれは、違うんじゃないかなと思ったので、ライネルがいる場所。なんかこの辺にいたよなぁとは思うんだけど。これガチロックでしょ？このスタンプは何で押してんだ？こことか何があって押してんだ？なんかこの辺にいたような気はするんだよな。まあ、いろんなとこにいるし、覚えてんのはここかな。
こにいたのは知ってる。ただ何のライネルかは知らない。まあ、何のライネルでもいいんだろうけど。ポーズ、ポーズ、ヒヒーンの状態がいいんだけど。ヒヒーンの状態は多分ないんだろうかな。この辺馬で走ってる時に見つけた。あ、いたいた。あ、いいライネルじゃない。邪魔じゃない。大剣ライネルか。よし、いいぞ。あー、これもかっこいいね。あー、死んでる死んでる。防御力が紙なんだな、これ。チリーンって2回なったから妖精が、ああそうだね、そういうことだな。これはだってカチコチもつけて、カチコチつけて、ああ防御力16じゃこんなもんなのか。なるほど。23。38。盾が壊れた。無理か無理か。うわー無理か。もう無理です。これはダメだ。でも取るだけ取ったからなんとかなるでしょう。ひどいなライネル。防御ね、まあ、だから4装備を頭服靴全部つけて、かつあのいい戦いってことなんだろうね。ハートがいくつあったって足んないよ。あんなの美味しい料理を作ったって6しか回復しないんじゃダメだし、うん、さて、うん、どうかな。ライネル、あれ、あーライネルじゃないの。え、最強の魔物っつってライネルじゃねえの。そしてほぼほぼまともに映ってない。リクエストは最強でしょ。あ、こっちか。キングクリオークか。どこだっけ。雷と炎と、
レイキーの3つのやつだろ。うん、どこだっけな、1回見たんだよな。これはただのグリオークだからキングじゃないんだよな。赤いやつな。そうだよな。これライネルどこだろうな。どのシーンだったらいいかな。ちょっと待って。これね、忘れちゃうから。これが炎を吐いた時だろ？これ何？ああ、走ってる時。ああ、でもこれが一番かっこいいんじゃないかな。うん、これか、これのどっちかだな。これかな？あとは消そうかな。この辺が頼まれてるやつだから。この辺は取っといて、ホラブリンはもう僕は興味がないからいらない。あとモリブリンとかもいいし、あ、これコーガ様が入ってんじゃん。じゃあこれも残しとこう。あ、あと白竜が取れるかどうかだね。よし、とりあえずこれだけ消去して、17枚取れるように。で、最強でキング・グリオークで、マップで、どこだっけな。地下に行ってるグリオークはないんだよな。アッカレ・トリデが、アッカレがサンダー、ハイラル橋、ハイリア橋が炎。で、ヘブラーさんが、霊気。グリオーク、グリオーク。どっかで見たんだよ。どこだっけな。あれ、これ三つ首だわ。あ、あそこ、この多番多辺境の、多分この古代石柱群だったんじゃないかな。で、ここにあるのは、はあ、じゃあこの辺に絶対あるな。この辺に多分あるんだろうな。いやー、写真のイベント終わんないし、ウォートリー村のなんとかレースの師匠はいないし、まあ、いっちゃったね。とりあえずは飛行機飛ばせばいいかな、こっから。ほい。あとなんかコログの中がある。はあ、コログ、あとここにコログね。冗談じゃないよ。で、方向はこっちでいいんだよな。うん、だから。
ロケットが落っこっちゃったので、あはっ、ああ全然、ああ気持ちよさそうに飛んでおられる。もうちょっと前だったが。雨降ってるし、多分あそこだったんじゃないかな。グリオク先生はよりによってこんなライネルがあんなに大変なんだから、グリオークなんかもっとだろうと。まあそれもあるんだけど、飛行機に乗って行きたかったな。悲しい。よりによって雨曇り晴れだからどうにもならんような気がする。あ、いたいたいた、おられた。装備で、寒さに強いのをちょうだい。あれだったんじゃないかな。リーバルトルネード、ほい、確か。ポカポカのみ。ポカ。ああ、行かないのか。松ぼっくり効果があるっていうふうに聞いたんだけど。あ、いいね。ここにあるのね。じゃあここもチェック入れとこう。四角。よっ。あそこにいるのが、あれあれ炎だな。炎オークだな。炎だ。なんで寒い寒いなんだ。ああ、こっちか。ここに行かなきゃいけない。だけど高さが全然足りない。あれ金じゃないのか。これ違うのか。わあ、どっちもかっこいいけどな。わあ、はははは、怖え。ああ、キングどこだ。どっかで見たんだよな。どこで見たんだっけな。何？耐えられない何？暑さ？ああ、そっか。グリオークがいるからか。
キング。キングがいるとこ。一個見つけたんだよな。地下だったかな。イガダンのところに行く途中にあったんだっけな。イガダンのラスボスのところにはいないだろう。そうじゃないとこ探したときにどっか行ったような気がする。こう行ってみようか。あ、こんなとこにもなんかあるんだ。これは？いやー、これは違うな。ここも違う。この辺の下とかいそうだったりはするよね。どこだろう。どっかにいたんだよ。三つ首はちゃんと見て、あ、でもどうなんだろう。配信で見たのかな。自分のプレイで見た気がするんだけどな。キング・グリオークでしょ？キング、キング。なんか闘技場みたいな丸いところにいなかったっけ？丸いところ。これか。違う。これ降りてきた穴だからな。わわわーん。これか？いやー違うな。一応行ってみるけど、多分これは違うんだよ。あいつなんだよ。ムカデみてえなやつだと思うんだ。キング・グリオークどこかな？風の悪いやつ、鏡みたいなの3枚悪いやつ。こっちか。やばいで逃げたと思うんだけど、ここはね、ほら、あいつなんだよ。フリーザゲイラ。でもやっぱりそうなんだよね。一回倒してんだもんね、これね。これ顔、ブリザゲイラ先生の顔が撮りたいんだけど。
ちかな。シャッターチャンスあっていい。かっこいい。じゃあこれでいっか。ここはブリザゲーラなの知ってんだ。どうら。ここにスタンプがあってる。ここにドクロがあるのは、そっか、戦うからか。これでなんか旗が立ってんのな、あ、最後にいた場所だからか。こっちは湖っぽいとこだろ、地底湖みたいなとこだろ。なんか闘技場っぽいとこだったんだよな。そこの奥にいてさ、丸い円形だと思ったけど、四角いのかな。鉱山。だだっ広いとこじゃなくてね、なんか、施設っぽいんだ。魂の神殿の入り口。ゴーレム採石場。これは、あれだよな、老名遺跡だよな。ゲルド廃校は、イガダンだろ？どこだ？アゲート採掘場。これは？これかな？ちょっとコロシアムっぽいね。ここかな。こっちか。はっ。いやでも名前が書いてないからな。あ、これ因果団か。もう見えちゃったから。見えちゃったよ、因果団だって。分かっちゃったんだよ。止める、止まらないのか。いや、そんな便利なことはできない。電気。これはいける。よし、
ったんじゃないんだっけ。ティーガダンの、あー取った。うん、この階段覚えてる。ここイーガダンね。グリオーク、グリオーク、キンググリオーク。ここは甲賀様だよな。採掘場、熱い溶岩。そうだ、溶岩が地下にあったりするととてもマイクラっぽいんだな。グリオークが、あ、グリオークの巣って書いてある。ああ、じゃあこれだ。よし、行った。巣って書いてあるぐらいだから一番強いのがいるだろう。なんでこここんな風になってんだろう。そしてアクセスがめんどくさいぞ。力の方がまだアクセスできんじゃないか。そうなんだよ、一回見てどこだっけなーなんだよ。地下世界は全部が真っ暗だから、まあそれが面白いんだけどさ。うん、どれくらい走ればいいかな。お、オルドラだ。このオルドラはいけそうか。さっき何取ったんだっけ。角取ったんだっけ。だから牙を狙えばいいんだよ、多分。でロケットを出して、でちょっと待って、ロケット俺出したよな。で、盾が壊れたのか。うわー、上がれ上がれ。マジか。頼む。もう一個立てあったな。よし、顔まではいかないか。じゃあ爪で我慢する。
どこ？どこ飛んだ？どこ飛んだ？見えない。見えない。見えないんです。あれか。うほー、わかりづれ。よし。必死だな。よいしょ。まあね、まあね、その、増殖するにしたって素材が必要ですから。地道に行くか。でも地道に行ってたらオルドラに気づかなかったんだよな。じゃあ、これでよしですよ。へえ。ここ真っ暗なとこぐる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 回ったとこだ。あのちっちゃい入り口気づかないでさ、高いとことかすげえ登ったりとかしてたやつ。そうだ、ゾナニウムも大きなゾナニウムがどっかにあってほしいんだよな。大きなゾナニウムが0個なので増えないんですよね。増やしたいところですね。どこかな。ねえ、こんなとこ分かるわけない。ああ、いたいたいた。だから、ほぼ真っ暗だな。取った。取った。これを取ったと言えるのかですが、昔のゲームで見たような。あぶね。着地しねえかな。装備は外れてない。待ってね。ずっと空飛ばれるか。ああ、ガガガ、切れただろうと思ったら切れてないし、もう。これが弓が折れそうだから。トパーズ。外した。どう？やられた。もう
これだな。これが一番いいと思います。さあ帰るぞよし、あ頑張った頑張った。一番最後の写真だね。で、あとライネルと、ライネル飾って。これでいいかな。あー、妖精全部使い切っちゃって。うん、うん。地上に降りてる方が多分いいと思うんだ。よし、お待たせした。グリーオークの巣にあるんだね。いいよ。これがラストであればいいけど、ラストじゃねえのかな。これ、一番最後に撮ったやつ。いい写真じゃん。手前にゴーレムがいるけど、どうぞ。これが一番かっこいいんじゃないかな。もっと撮りたかったけどね。オッケー。お、来た。お、いい感じなんじゃない。これでもう終わり。はい、しょうがないな。これをさ、こうするぐらいしかない。あっ、もうどいて。これセンターとセンターもどうかなと思うし、なんか引っかかってる。引っかかってはいない、地面に引っかかってんのか。また、なんだろう、データ作りすぎたからかな。出せない。もうここでいいんじゃない。ああ入らない。もうちょっと入ればいいんだけどな。まあしょうがないよな。倒れちゃうんだよな、俺だとな。
落ちちゃった。なんだろうな、収まりしか考えてないから、よいしょ、どうだっていいんだよ、本当本当。あれ出ちゃった。ちょっと回転させる。どこに行った？こんなの収まりよくできるはずないじゃん。ね、そうか、だからやっぱこれがいらないんだな。これがいらなくてこの辺に置いてればいいんだよ。で、そうするとこの子はやっぱこの位置でいいわけで、外に出ないように邪魔にならないのはこの辺かな。これでどうだ。ああごめんごめん、飾ったよ。いいじゃん。これはアイディアだよな。 3D データをそのまんま持ってくるんだけど、よくできてるよな。まさかこれを人形を作るって発想に行くのがすごいよな。あなたの撮ったそのまんまのモーションですよって言うから、寝てるキャラクターを撮れば寝てるようになるし、すごいよな。よし、できた。いい写真じゃないか。だから好きなの飾れるよ。もういい？もういい？ライネルある？ありがとう。うん。
ったね。ごめんごめん、これがちょっと邪魔だったもんですからしょうがないね。これでいいかい？もういいだろう、まだ作るの。はい、寝るかな。じゃあライネル作って頑張って取ってきたから、どれだっけ。あ、これも作れるんだ。どれだっけ、ライネル。あ、これか。おう、んふん、これでも作るだけ作ったら、あれか。ああ、もういっぱいすぎて、あれだよな。ああ、できた。ああ、かっこいい。おお、超かっこいい。ああ、超かっこいい。よっしゃ、ちょっと行ってもらっていいかな。この辺に隠れてもらって、おお、かっこいい。何体飾れんだろう。よし、おお、バランスよく立ってんな。え、まだいいの。じゃあこれもかわいいよな。どれがよく撮れたんだっけ、これか。でっかいんだろうな。しまった。だから白竜を、白竜が作れるかどうかを。はい、もう限界かな。あー、でかい、でっかい。これどう飾ればいいの。よし、これでいいや。材料がない。今ある人形を壊して、じゃあこれがいらないかな。口開けてるのいいんだけどな。かっこいい。そうね、どれいらないかな。場所取っちゃうんだよな、これがな。こっちゃこっちゃだ。イエロックがいらないんだよな、せっかくポーズから決めたけど。まとまりがねえな。まとまりがねえな。どれもこれも好きなやつだからいい。ライネルと何がいらないんだ。ライネルはもう取ったし、いつでも会えるようなところにいるから、ライネルはいらない。これいらない。ライネルはいらない。これもいらない。
この辺が全部いらない。この写真すごくよくできてたな。これがリザルフォスでしょ、多分。あれ？この写真がもうないの？魔物じゃないからダメなのか。あと、ああ、そっか。甲賀様、欲しいよね。それは残しとくと知ってた。とりあえずこれを消して、で、どれを外そうかなってなると、これ一旦外して、っていうか、ホラブリンもいらないんだけど、これはだって写真として残しておけばいいだろう。残ってんだろう。ああ、残ってるよね。だから、いいんじゃないかな。シドの写真は大事だし。これぐらいかな、いらないの。これがよくわかんなかったから。いいね。よし、じゃあ、一回ボコブリンを消して。ごめんね。これで白竜が10枚じゃないか、80体ぐらいか。さあ、じゃあ竜ができるかどうかです。それだけ試して今日は終わろうかな。いやー、長いことかかった。白竜、あれ、あー、そっか、白竜はダメなんだ。あー、わかった、作れないんだ。ネルドラオルドラはわからんけど、白竜作れないっていうのはよくわかりました。じゃあもういいんだね。デクガーマンもいらないんだけどな。いらないんだけどな。これがすげえな、やっぱな。ああ、収まりが悪い、収まりが悪い。一回写真撮っとこうかな。自撮りで。なんで王家の両手剣なんだ、これ。記念撮影したらこれになっちゃった。意味わかんないね。むちゃくちゃだな。さあ、じゃあ今日はここまでにしますかね。いや、その前に強化だ。どこ行こうかな。一回多分強化ができると思うんだ。これ防具の強化しないとなんともならんぜってやつで。で、爪があるので、白竜の爪があるから青い服が強化できるはずなんだよね。だから今日はそれをして終わります。もう他のことは絶対しない。あれ？でもやっぱりすごいゲームデータが とんでもなく重くなってる気がするな。これスイッチが悪いのかな？僕のパソコンの環境が悪いのかな？
キューってなってるの。どうなんだろうな。メモリが弱いのかな。はい。僕はだから長物の武器が嫌いなんだよ。よろしくお願いします。いけるか。あー、いける。爪を8つまで増やしたんだね。で、火だまり層が10個必要で、姫静香が3と。静香さん、白龍の爪に、日だまりする、これが10、アホみたいでしょ。さあ、じゃあ強化しよう。次はどうせ、あの、牙か角が必要なんだろ。オルトラのあれは爪が取れたのか。14まで増えた。新式英傑の服。はい、やった。爪は何が必要になるの？牙で角か。で、火だまり層が15個必要なんだよ。いい、普通に集めるとすごい大変ですけど、姫静香だけはあらゆるところで拾えるから113個持ってるけど、まあ次の配信までになんとかかけら揃えて、もしかしたらかけらが999個になってるかもしれないですけど、今日はこんな感じです。終わります。ありがとうございました。あー、やっと終わった。せっ。はあ、お疲れ様でした。いやー、かかった。うわー、4時間ぐらいまたかかったのかな。今日は指を休めようと思ってたんですけど、もう親指が真っ黒になるぐらいにスティック押し込んでましたね。じゃあお疲れ様です。